皆さんこんにちは、レナです。今日はおでんを食べに来てます。おでんを食べる季節になってきました。そうなの？ T シャツ天気だよ、30度だよ、外まだ暑いね。まだまだ全然おでんの、実はおでんは秋と冬だね。そうだよ、秋と冬になるとコンビニでもさ、おでん出てくるじゃん。あ、出てくるね。私それ実は食べたことなくて。おでんはお酒の友でしょ。お酒のお供だから、あの日本酒とか合うよね。あとはあのビールとかも合うでしょ。今日はいろいろ飲んでちょっとおでんを食べたいと思います。行きましょう。早速お酒来ましたね。これ来たよ。これビールです。あのいつも通り中がつまらないよ。私はいろいろ試してるから。つまらないよ。出ないよね。つまらない。ビールは面白いよ。あ、そうなんだ。ハイボールだね。これがそう、おでんに合うハイボールって書いてあったから。じゃあ乾杯しますか。はい、乾杯。あ、うまっ。これすっごいさっぱりしてる。あ、それ私の。あ、ビールも美味しいけど、なんか絶対におでんはおでんに合うハイボールの方が合うと思うよ。あと日本酒を言ってもいいかもね。このメニューなんかおでんの量が半端ないよ。こうさっと見ても20種類以上ぐらいはあるよ。めっちゃ食べれるよ。いろいろ食べたい。あとなんか名古屋コーチのなんか特別な名古屋チキン の、 あのお店なので絶対に美味しいよ。卵とかも。卵ね。卵イントネーションにパニックになってます。おつまみつけ物。おつまみが来ましたよ。きゅうりと大根。かぶ大根、カブっぽい。カブっぽい。めっちゃ美味しい。これを食べたらビール。はい、もう飲み終わりました。一杯目。これ最初の食べ物だよ。まだね、来てないのに飲み終わっちゃいました。暑いですからね、季節は。どういうこと？ちょっと待ってて。よし、ビール追加しよう。うん、一つ目来ました。これ一番食べたかったやつだよ。やばいやつ来た。名古屋コーチンの半熟エッグ。煮卵。半熟エッグ。もう卵言わない。レナの言い方だと半熟卵ね。あのだから名古屋コーチンの卵があのめちゃめちゃクリーミーで美味しい。で味が。うん、見て。うわ、トロトロじゃん、絶対に。うん、うわ、やばいじゃん。これ、10個ぐらい食べたいの。10個ぐらいいけるんじゃない。まだ今、腹ペコだもん。420円だよ、税込み。4000円です。うーん、名古屋コーチン、このエリアでね、めちゃくちゃ有名な高級鶏。これ本当にうまいござんす。高級の味はするよ。あ、わかる。レナみたいなバカジカさんでもわかりますか。400円の価値ある。ちょっと待ってて。この出汁やば。あ、おばあちゃん。あの卵めっちゃ美味しいけど、この出汁が勝つよ。より美味しいよ。待ってて。卵より美味しいよ。いっぱい具頼んだから。いや、でも卵より美味しいかもしれないよ、この。染みております。体中に染み渡っております。やば、やば。おでん好きになるね、これで。うん、よかったことにもう一個注文したからか。それ俺ので、ね、触ったら、そこに触ったらその卵を食べたら即離婚します。はい、返してください。はい、はい、今市役所におります、帰り。見て、出てきた。出てきた。うまそう。はい、返してください。はい、返してください。もう一個注文できるよ。もう一個注文できるのに、もう一個注文できますよ。めっちゃやばいよ、これ。見て。おでんが来ました。さっき頼んだおでんが来ました。こんな感じで来ると思ってなかったよ。いや、これだから熱々で食べれるんだよ。そうだね。ここでさ、火があって。すごい。でもなんか一個のじゃがいもとかもこのサイズ、大根もこのサイズとか。もうつくねもうふわふわやん。おー、これ最初に食べよう。ふわふわ。見て。暑いから気をつけて。意外といける。あんなに美味しいつくね食べたことない。つくねに感動してるやん。いや、これなんかつくねと別物だよ。つくねは硬いでしょ。
あのそうだね、歯ごたえがちゃんとあるつくねもあるね。すっごいふわふわで、なんかとろけそうだね、口の中。なんかもうすごいね。そうだよ、つくねかな、豆腐かな、うん、やば。本当につくね、大丈夫。いや、めっちゃつくねだけど、高級つくね。なんかめっちゃ高いハンバーグを食べるときに、うん、ふわふわの肉汁のなんかあるでしょ、それのつくねバージョン。で、グツグツしてきた。うまそう、大根もめっちゃ美味しそう。続いて豆腐。豆腐、焼き豆腐。レナ豆腐大好きだもんね。レナ豆腐大好き。豆腐もなんかザ日本の食べ物でしょ。そうだね。もう私も完全に日本。あ、ドイツに豆腐ってないの？ない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 。大豆がないから。あ、じゃあ豆腐は日本独特なのか。そう、ドイツにある豆腐が美味しくない。日本の豆腐が美味しい。絶対熱いよそれ。おお、めっちゃ美味しい。うん。あ、この出汁に染み込んでるから。だから出汁がうまいもんね。まず。もう出汁を飲みたい。スプーンがないのがちょっと。え、あるよ。あれない、あれ、お玉もらってないね。飲めません、出汁。残念。今お玉もらったから。お玉って何かわかんない。お玉。丸い。丸い玉。丸い、なんかのイメージだけど。お玉はあれだよ。こういうのをスープをすくえる、あの英語でなんていうかわかんないけど、あのお玉。お玉。お玉。あ、はい、ありがとうございます。お玉。スプーン。これお玉。スプーン。スプーンは違うじゃん。もうちょっとちっちゃいじゃん。じゃあ、オッケー、スクープ。ビッグスプーンだね。レドル。あ、レドルだね。レドル。お玉。オッケー。この出汁だけさ、これ全部飲み干しちゃうよね。うますぎて。おでんの醍醐味やね。そんなにおでん食べたことないからわかんないけど、これは本当にめっちゃ美味しい。だからおでんの良さはさ、出汁がこう素材に絡まっていくじゃん。泡がとろけております。もうラーメンのスープよりおでんのスープの方が美味しいって今日分かってきた。ああ、分かった。やばいよ、これ全部飲みたい。だからだしって感じだよね、日本の旨味、旨味かな。あれ、あれあるでしょ、あの、ね、名古屋のおでん、名古屋味噌おでん、味噌おでんでしょ。もっとあの黒っぽい、そう、黒っぽい、あのすごい味が濃くて、そうそうそう、そんなにその味噌のスープ飲みたくないよね。味濃いもんね。そう、あの一口は飲んだら美味しいけど、うん、その後はもういらないよね。でもこれはさ、これは全部飲みたい。全部飲み干しますよ。これは全部飲みたい。大根いった、絶対熱いだよね。あ、でもそれ一口でいけるわ。はい、一口推奨。一口で、うん、一口パクッと。No、 絶対熱いでしょ。うん、うん、うん、大根が一番おいしいかもしれない。あ、違う、卵が一番おいしかった。一番おいしいもの更新し続けてる。あ、違う、あのつくねも一番おいしかった。つくねも一番おいしかったね。だしがさ、吸われてるもんね、大根の中に。だからそれが大根の良さでしょ。ジューシーで、で、この大根は味が濃いというか辛くないけど、あのちゃんと大根の味が残ってるよ。あ、わかります。めっちゃわかる。このチャンネルではバカジタで有名なレナ社長のバカジタで有名なのがタカだよ。あ、そうだったっけ。まだ頼んでるからどんどん来るからね。そっか、あれも来たよ、見て。これ全然違うけど、これもあった。これね、カリフラワ ー昔ながらの日本のものじゃないけど。ちなみにさ、ブロッコリーとカリフラワーどっちが好き？あ、私カリフラワー。あ、俺もだから愛しがいい。よかったね。だから夫婦にここに来てよかったね。皆さんどっちが好きですか、カリフラワーとブロッコリー。うん、本当にこれ美味しいよ。これ出汁は一緒だもんね。そうじゃない。熱かったね。ここに腕触っちゃった。もう飲んでますね、ハイボール。お、いきますね、一気に。あんまり私ハイボール飲まないけど、おでんに合う、ハイボールが。おでんに合う、おでんに合うよ。メニューの名前が。そうだよ。タカはこの肉は何？あ、それね、砂肝、俺の砂肝。タカの砂肝。聞いてる？俺の砂肝。私の砂肝じゃないってこと？レナね、砂肝そんな好きじゃないから。あ、そう？俺の砂肝。でも美味しいよ。あのコリコリしてるやつね、うん、砂肝。食感がなんかそこまでだけど、味はめっちゃ美味しいよ。それ出汁のおかげじゃん。このおでんの出汁のおかげで。あ、そうかもしれない。うん、でも美味しいよ。返してもらっていいですか。優しいから。ありがとうございます。斉藤さん、ありがとうございます。じゃがいも食べたい。じゃがいも、これなんかあのドイツのじゃがいもはこのサイズだけど、日本のじゃがいもはだいたいそのサイズじゃない。全部持ってかれた。
二人でシェアするっていう文化なかったっけ。シェアするから大丈夫、安心して。熱い。いや、熱くない、めっちゃ美味しいよ。熱くない、よかったね。これめっちゃ美味しい。ドイツにジャガイモってあるよね。うん、ジャガイモがむしろメインだよね、うん、日本のお米みたいな感じでしょ。だからドイツにめっちゃジャガイモあるけど、これはドイツのジャガイモより美味しいよ。シャリさん何してんの？潰してるよ。マッシュポテトにしようとしてるの？そうそうそう、ドイツはあのマッシュポテトじゃなくて塩水、塩油でお湯で、うん、あの作ったジャガイモをプレートに乗せて、お肉のソースとかと絡んで、うん、あのこうマッシュをする。なるほどね、フォークで潰しながら、ね、そうそう、フォークで潰しながら食べるんだけど、それをやろうとしてます。ちょっとあのお箸では無理なんだけど。あのだいぶ潰れてきたよ。ジャガイモ一番おいしいかもしれないよ。はい、待ってて、うん、ドイツだったら胡椒があるけど、ちょっとピリ辛そうだね。うん、うん、ドイツに帰国した気分ですか？全く。ドイツのジャガイモ料理と比べたら何？これが勝つ。あ、ジャパン優勝ですか？うん、ジャパン優勝。よかったですね。はい。一味か七味かが全部入ってきた。ジャガイモが入ってきた。また大根に戻ったけど。大根ね。これを入れたよ。これ。あ、めっちゃ辛い。めっちゃ、あの匂いがめっちゃ辛いから入れすぎたかもしれないよ。あ、全然入れすぎてない。美味しい。この出汁マジでやばい、やばすぎる、うますぎる。ほのかにピルッとしてる。ほのかにね。じゃあこれも試してみよう。辛味噌、それね、辛味噌って言ってた。ない方がいいかもしれない。ない方がいい。出汁の普通のなんかこの、まあ、この出汁が美味しすぎて他の味は別にいらないって感じ。この出汁なんかもうマジでうますぎるもんね。もううますぎる。お酒来ましたね、社長さん。お酒来ましたよ。これ何ですか？私は白ポン酢生姜。白ポン酢生姜、渋いやついくね。そう、なんか親父になっちゃった。でもおでん食べてこれ白ポン酢生姜のサワー飲み始めたら、いやいや、だからこれおでんに合うって書いてあったから。これはね、レモンサワーにしました。これはもうなんかすっごい美味しそうだよ。はい、じゃあ2回目の乾杯。乾杯。牛茶どうした？これすっごい美味しいよ。さっぱりレモンサワーって感じ。どっちも美味しい。1個返してね、ちゃんと。No? どっちも美味しい私のじゃないからね。どっちも美味しい私の。1個返せよ、ちゃんと。これは何だったっけ？これね、ガンモドキ。ガンモドキ。豆腐を潰して、こう野菜と一緒に混ぜて揚げたような感じ。絶対これジュワってくるから気をつけた方がいいよ。一口で言った方がいいよ、だから。なんでいつも私をなんかあの痛い気持ちになってほしいの？視聴者のみんながそれを待ってるかなと思って。視聴者の皆さんが私、あのタカより優しいから。あ、そうだったっけ？出汁の塊みたいなもんだよ。意外と全然いける。あ、本当に一口でいってよかったでしょ。うん、一口でもよかった。だからいったでしょ。ちょっと甘みがあって、ちょっと揚げた感じもあって、でも全部出汁が、またナンバーワン更新した。一番美味しいかもしれない。はい、ナンバーワン更新です。今のところ美味しくなかったやつはなかったよ。全部美味しいね、本当に。最後は白滝。俺が一番好きなやつ。白滝。タカが一番好きなの？いや、マジ白滝。白滝。視聴者の皆さんどうですか？白滝一番好きっていう人いると思うよ。これダイエットフードだよ。あ、そうそう。カロリーゼロだよ。カロリーゼロかどうかわかんないけど。カロリーゼロだよ。食感もいいよね、白滝。私なんか基本的に苦手だよね、白滝。こんにゃく食べれないもんね。うん、めっちゃ美味しい。出汁のおかげで全部食べれるんで、美味しくし、あの半分残してね、ちゃんと。めっちゃ美味しい。まあ、でも白滝は10個食べてもいいでしょ。うん、だってカロリーゼロだもん、ね、カロリーゼロだもん。これも絶対にヘルシー。絶対ヘルシーじゃないよ。あ、でもこれ生姜入ってるもんね。そうそうそう、ポン酢と生姜だもんね。ポン酢と生姜ヘルシーだね。ヘルシーと言いつつ、多分動画が増えるごとに体重が増えていく社長が見れますよ、皆さん。見直した方がいいよ、その過去の1年前の動画と一回見直してみて、レナの顔がどれだけ丸くなったか、丸くなって膨らんだか、皆さんちゃんと見ててくださいね。見なくていい。レナ、何頼んだの？桜エビとワカメのおでん。おお、
それおでんの出汁を使ってんじゃないでしょうね。まずはザ日本にしかないわかめと、わかめと桜エビ。なんかちょっと辛い。めっちゃ美味しい。これこそヘルシーだよね。エビとわかめとでしょ。でおでんの出汁でしょ、全部ヘルシーでしょ。全部ヘルシー。これもまた合う。えな見て、煮立ってきた。グツ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 。最強にグツグツしてる。ちくわが踊ってるよ。踊ってますね、ちくわが。プル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 。プル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 。あ、ちくわいた。でもあんまりちくわが。確かにレナ、ちくわ。食感が苦手で。ちくわ食べることないもんね、家でも。はんぺんとかちくわとか、かまぼことか食べることないもんね。これ無理かも。熱っ。熱そう。まあまあ、OK って感じ。見て、これすっごいおしゃれじゃない？ズッキーニの2種類に明太子のせなんでしょ？あ、これ最高。一番おいしいかもしれない。はい、更新しました。見て、でも本当に明太子がうまそうだもんね。ズッキーニ好き？ズッキーニ好きだよ。なるほど。これ貸して。これレモンサワーね。このレモンサワーマジでうまい。飲み切りました。人の、あれ人のだけどね、それね。人の中の、私たちの、2人の。そうか、俺のやつはレモンのものだね、はい。あれ、何持ってるんですか？最後。これネギマだね。これ初めて見たんだよね。こういうネギマをおでんに突っ込んで食べるの。ね。熱そう。またネギが全部の、なあ、だよな。吸ってるもんね、だし絶対にネギが。ごちそうさまでした。おでんはめっちゃ美味しかった。食べ切りましたね。皆さんはこの今日食べた中のおでんが一番美味しそうだったものを教えてください。俺はちなみに白滝が一番うまかったから。嘘。カロリーと味がないもの。カロリーゼロヘルシー。すごいね。ちなみにレナのベスト3は？卵とつくねとじゃがいも。カリフラワー。はい、ベスト4。決めれないからナンバーワン決めて。卵。煮卵、煮卵、名古屋コーチの煮卵、本当に10個ぐらい食べたいよ。じゃあお会計はじゃんけんで決めよう。じゃんけんです。じゃんけんで、まあ絶対俺が勝つんだけどね。はい、はい、行きます。最初はグーじゃんけんポン。勝った勝った何でも勝るの、はい、もうレナが何出すかね大体分かってきたからもう読めます。何でも、どうやって分かってるの。もう今俺多分10連勝ぐらいだ。社長、ごちそうさまでした。美味しかったです。めちゃくちゃうまかった。もう喜んで払いましたよ。そうだね、喜んで財布の紐が緩みましたね。そうそうそう、いつかはタカが払う日も来るだろう。じゃんけんに勝ったらね、レナが多分次はレナがチョキを出す。次の動画でチョキを出す。チョキ出すので僕グー出します。ぜひ次の動画も見てください皆さん。はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。ちなみに皆さんの一番好きなおでんのネタは何ですか、教えてください。今日いろいろ食べてないものもあるかと思いますので。大根かな、予想。卵か大根だね。どこに行っても定番の安定の大根。ものが一番うまいからな。そうだよね。コメントで教えてください。この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。もう言ったよね。言ったよ。酔っ払っております。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。